分2015年の台北公演が初めてアジアでライブに出た時だったんですけど、それから今3、4年ですかね、ずっとやり続けて、一番最初ツアー始めた時っていうのはやっぱり DJ で、DJ セットで行ってたんですよね。でそこにプラス一人楽器が入って、で歌が入ってとかやってたんですけども、今回ほとんどフルバンドに近い形で行けたので、ボーカリストは今回タマラをずっとタマラと一緒に回ることが多いんですね。でタマラは日本では知られてないアーティストのうちの一人なんじゃないかなと思うんですけども、フィンランドでボーカルコンテストとかでテレビで出たりとか、かなり実力のあるかつ才能のあるアーティストで、中国のリスナーたちにものすごく熱狂的に受け入れられて、今一緒にツアー回ってるんですけども、あとは、例えばジャバループの大輔くんであったり、勝手に仲間のように感じてる折り紙のアーティスト、まあ、バヌアくんで、ツアーは前回マイケル金子とか、まあ、今回も日本のライブでも出てもらうんですけども、今タマラとジャバループの大輔くんとかは、まあ、関西に住まれてるんで、まあ、日本で会うことって実はめったになかったりするんですよね。お互いのレコーディングとか、まあ、ライブ見に行くとかっていうのも そうそうあることじゃないので、だ中国の初日に久しぶりって言って何ヶ月ぶりかに顔合わせ でそのステージの上でリハーサルをやり、で本番にすぐ臨むって、できればライブはライブ、レコーディングはレコーディングっていうのではなくて、まあ、CD で作った音源がより良くなる形で、まあ、ライブでできた。もともと僕自身が、まあ、ライブをやるタイプのアーティストではなかったので、もうライブをやること自体が新しい挑戦 でしかもそれがアジアの中国のフィールドだったりしたので、ライブっていうのはかなり大きいハードルが。で2008年にファーストアルバムをリリースして、で2010年ですかね、多分東京で初めてのライブをやったんですけども、それが本当に、まあ、高校生の時とか抜かすと、まあ、プロフェッショナルな活動をし始めてから初めてのライブ でさらにそこからまだあと何回かしかやってないぐらい、ライブの世界ではかなりレアキャラな存在だったと思うんですけど、中国に行き始めてからがいきなりその世界に入ったので、いきなりまた1年生からスタートというか、まあ、その意味では全くできないことだらけで、今一個ずつ新しいことをできるようになっているという感じです。中国ツアーはオフはないと言っても過言ではなくて、まあ、到着日にちょっと時間があるぐらい でその次の日からリハ、ライブ、ちょっと寝る、飛行機リハ、ライブ、ちょっと寝る、飛行機の連続なので、オフが基本的になくて、で割とやっぱり海外出たりすると高揚感がすごいので、まあ、夜も飲みに行ったりとかしがちなんですけども、ここ数回は基本的に寝るように体力を温存して最後までちゃんとできるように休んでます。なんで自分がそうなったかって、やっぱりちょっと分析的に考えてたんですけども、一つはやっぱ言葉の壁があるから、それは例え英語だったとしてもやっぱり中国語喋ってる彼らには英語のメッセージっていうのが、まあ、ダイレクトに届かないんです。
ただインストっていうのは言葉の壁を越えて何かその心に訴えかけてくるものっていうのは日本人と同じようにまたアメリカ人と同じようにダイレクトに彼らに届くのではないかっていうのが一個ありました。例えば、ヌジャベスの音楽が例えばあったとして、多分世界中でものすごく聞かれてるアーティストの一人だと思います。ヌジャベスに影響を受けたアメリカ人のアーティストがいたとして、やっぱりそのサウンドがヌジャベスではない、なんとなくアメリカな雰囲気を漂わせてるように僕は感じるし、まあヨーロッパだったらヨーロッパ、まあ、中国だったら中国っぽいとか、韓国だったら韓国っぽいというのを僕はなんとなく感じるんですけど、日本人にもやっぱそういうものがあるような気がして、で音楽を作るもうずっと前の段階で、子供の頃どんな風景を見ていたかとか、どんなテレビでどんな音楽を聴いてきたかで、その後表現できるところに何か影響があるんだろう、そのような意味では日本人しか作れないようなサウンドの傾向があって、でそれは一個求められているものになっているんじゃないかなと思います。Making my music keeps me sane. I know I was born to play this game. Sometimes when I get lonely, I've got friends who will always console me. すごいテクニカルな話だと、今音楽業界全般が全体が、まあ、PC メインの制作環境になっているんですけども、まあ、そこに逆行するかのように、アナログ機材を、まあ、揃えて、まあ、ずっとそれやってたんですけども、まあ、基本的にはまあ揃って、今回多分ミックスプラグインですね、いわゆる PC の中のエフェクトとかを一個も使わないで最後までやる。でプロツールスはいわゆるマルチというか、レコーダーとしてしか使わず、まあ、そういう新しいアプローチをしましたで、まあ、そのきっかけになったのが、アコリバ、アコースティックリバイブとの出会いも大きくて、まあ、割と僕もこだわっちゃう方なので、ケーブルどうするかとか、まあ、電源どうするかとか、まあ、制作してる人たちにはおなじみの話題なんですけども、音楽作ってない人にとっては頭おかしいんじゃないかと思う。電源ケーブル1本35万円とか、そういうのするようなものをずっと気にしてたんですね。で何がいいか分かんないうちに、まあ、そういうものをバン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 試してもらうことができなかったので、すごく迷ったんですけども、アコースティックリバイブですので、まあ、これしかないっていう、もうすぐ分かって、今、多分都内のスタジオでもほとんどないんじゃないかと思うんですけども、全決戦をアコースティックリバイブの一応ハイエンドに近いもので繋いでると、まあ、そういうバックグラウンドがあったからこそ、今回は完全なアナログで仕上げたいっていうふうに思えたんだと思います。チャイチャイチャイライブに関しては、ビジュアルの要素って結構大きいと思っていて、一個のショーとしてというか、パッケージとして見せたいという気持ちがあって、で今もその DJ パートあり、フルバンドあり、 DJ と楽器のセッションあり、僕のピアノソロありみたいな感じで、そのショーケースのように組んでるところがあるんですが、まあ、その中でも今度映像とステージがシンクするような演出っていうのを、で今ツアーだとやっぱり場所がどんどん変わってるので、綿密なそこの計画がまだ難しいんですけれども、これからそういうことをやっていきたいなと思います。ひょっとしたらレコーディング中に PV 作るとか、まあ、そのぐらい自分も映像にインスパイアされて、まあ、写真とか自分が見たものとか絵的なグラフィカルなものにすごくインスパイアされるので、それありきで音を作るというのを同時にやってみたいです。今まであんまりインタビューで語ってなかった自分の音楽のすごく転機が、アブストラクトヒップホップ、 DJ クラッシュさんとか、ああいうアーティスト、シャドウとかが出てきた時にものすごく目覚めた感があったんですよ。やっぱりサンプリングが衝撃で、でその、まあ、ヒップホップとか聴く前にはずっとテクノとか割と打ち込み主体の音楽にハマってたんですけども、まあ、
その頃からシンセ買うよりもサンプラーをまず買ったりしてて、サンプリングってのは一番大きかったかもしれないです。でさらにその自分を勇気づけてくれたのが、まあ、クラスとかがロンドンとかでめちゃくちゃ来ていたり、いわゆるマスを必ず対象にしなきゃいけない、まあ、そういう音楽をやっていない自覚はすごくあったので、僕自身が、J-POP とか聴くときもあまり詞が入ってこないタイプの多分リスナーで、音としてただ声として歌を聴いていた。その意味で英語の曲も、まあ、英語の意味あんまよくわかんないんですけど、日本語の曲を聴くのと実はあんまり自分の中では変わってなかったかもしれないです。でそれが今回その日本語に挑戦したかったことの理由のうちの一つで、僕は日本語でも英語でも基本的には曲として聴けるので、それがこうリリースした後でどういう風に聴いてくれてるのかっていう、日本人は当然日本語なのでよりダイレクトにしようイメージとかを受け取ってもらえると思うんですけど、海外で、まあ、英語と日本語のサウンドとしてひょっとしたら聴いてもらえるんじゃないかなと。ファーストアルバムから日本語っていうのを極力使わずに英語で表現しようっていうのが、もともと僕のフィーチャリングアーティストで大体いわゆる外国人だったんですね。アメリカ人だったり、まあ、ヨーロッパのアーティストだったり。で逆に今こうなったから逆に日本語がやりたくなったっていうので、で今回新しいアルバムでは日本語の曲を入れて、日本人のフィーチャリングが多い。マイケルカネもマーテルさんともちろんタマラもそうですし、あとはまあ若手というか、まあ、自分よりも一つ世代が若い、まあ、音楽の世代として若いのがシラップとメイドインヘッドバーン、まさにそこでやるんですけど、やっぱ自分がいいなと思う。その人たちとコメントして何か作りたいなって気持ちがすごいありました。あとは同じのサブスタンシャルフィズムとかずっとやってきた